七夕がくれた答え、宝来鈴花。朝が来て、夜が来て、また朝が来て、もう何日経ったのか、曜日の感覚もどんどんなくなっていく。同じ天井のシミを見ているだけの毎日。いつ退院できるんだろう。季節が変わってしまう。その患者さんは私にそう言った。退院なんて、返す言葉もない新人ナースの私は、教科書のどこにも載っていない答えを探しながら、掛け布団の裾を整えてあげることしかできなかった。その患者さんがある日、珍しく明るい声で私を呼び止めた。見て、綺麗でしょ？それは、人参を星形にくり抜いて、ピンクの臀部と錦糸卵でデコレーションされたちらし寿司だった。今日は七夕。七夕のスペシャルディナーを、私に見せてくれた。単調な毎日の中だと、この手間をかけてくれた一皿が本当に嬉しいのだとよく伝わった。500食くらい用意した調理師さんの姿が目に浮かぶ。患者さんに喜んでもらえればと、熱い調理場で一丸となってせっせと夕食に間に合わせたに違いない。七夕ちらし寿司はとても好評で、あの夜の病棟は幸せな空気に満ちていた。調理師さんが患者さんと言葉を交わす機会はないけど、少しでも料理を楽しめて元気になってほしいという思いはちゃんと伝わっていた。エレベーター横にはたくさんの短冊が色鮮やかに笹を揺らしていた。先週、すぐに退院できますよが口癖の先輩がちょっとだけめんどくさそうに用意した笹飾り。確かに、その仕事は医療業務ではない。でも、患者さんにしたら、いつもとは違うフロアは、たくさんの短冊の数だけ夢を乗せていて、叶うといいな、と、心が温かくなるものだった。ナースになって3ヶ月。学校では、いかに患者さんに寄り添うかを学び就職したけれど、現場にそんな初心を携えた先輩はほぼいなかった。志があっても貫くだけの余裕がないくらい忙しすぎるのだ。私は何を学んできたのだろう。あらゆる業務に思いやりを持って取り組もう。それは、その場限りの励ましよりも、きっといつか、人の心に届くはず。少しでも明るい気持ちを持つことができて、それが、希望になるはずだから。あの夜の患者さんの笑顔から、探していた答えが、キラキラ星のように一つ見つかった。宝来鈴花でした。